松原谷志の生きるはい、えー、こんばんばは松原谷志ですこの番組は「生きる」をテーマに私松原谷氏が、えー、あなたに廃墟と温泉とスナックをお届けする番組です。えー、と YouTube でも配信同時にしておりますので、えー、チャットでコメントを打つなりとかですね まあ、あとはツイッター、今 X か、ハッシュタグ、谷市生きるで、えー、どんどんコメントしていただければなと思います、あとは、えー、松原谷市の生きる切り抜きチャンネル、YouTube チャンネルございます、こちら、はい、あのどんどんディレクターが、えー、更新してくれておりますので、あのー、チャンネル登録ね、チャンネル登録をちょっとぜひ、1000人を目指しておりますので、今で500何人だ ?500。500 520ぐらい、30人ぐらい増えたかな、ちょっと頑張って1000人、お願いします、1000人って難しいんだ、からかな、まあね、最初の壁というか、最初の壁なんですね、なんかいろいろあるんでしょうねということなんですけれども、8月になりまして、ですね、もう9日か、もうお盆ですよね、お盆になるんですけれども、あっという間に終わりますね、夏はね。 夏はあっという間に終わります。<laughs> で,すね、で、いろいろね、なんか言ってるんだけど。はい、なんかもう過ぎ去ると忘れちゃうというか。うかどうでもよくなっちゃいますよね。次、次なんかあるから。ああ、次次。はい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 。そうなんですね。の先週どこ行ったっけな。ね、なんか先週フジロックの話なんか。はい。 でえー、あそうそうそうだからもうこ放送してる頃に終わってるけどあの MBS さんで「ちゃいまち怪談」っていう番組があってはい、はい、で怪談をね毎年だからもう新作になるのかなあそうか新作,新作じゃなくてもいいんだけどもう毎年やってあれ10年ぐらいやってるのか<ー>10年近くやってるからはい、はい、あのー、まあ聞いたことの話を持っていかなあかんなということもありまして、はい えー、ちょっとね、とある、あのー、方と知り合いまして、とある廃墟まで行きましてね、はい片道何時間かかったかな、結構かかった、3、4時間ぐらいかかったんかな、へ、うん、行ってきまして、えー、なかなかね、まあ、中入れないからね、廃墟。 入れないので、うん、まあ前に行くまでなんですけど、まあ、実際にやっぱ行ってみないと分からんなっていうのがあって、はい、えちょっとだからここでは話せないんですけどね申し訳ないですけれどもあ,でもあっちでは話せるあっちではまあ話せるところなんですけど、まあ、まあ道中ね、はい、え何 20, 20代後半の人なんかなこのくる案内してくれた人はですごい,いいいお話を持ってるんですよ いいお話を持っていて、えー、この話ってまあまあその廃墟にまつわる話だったりするんだけれどなんかその, <laughs> その人がまあわかんないでも自分も20代やったらそうなってたのかなと思うんだけど、はい、なんかなんかしゃべりの仕事をしたいと、はい、しゃべりの仕事をしたいんだけどこ、うんあのー、どうやったらおしゃべりの仕事できるのかなと思って。 その最初に僕に聞かせてくれたその怪談話とか体験談を何ヶ月か前に、あのー、あそこ、えー、とか新宿のゴールデン街かでたまたま会ってあたまたまゴールデン街のとあるーバーでたまたま隣に座っていた僕のことも知らなくて、はい、でもその隣にその子と一緒に来てた子がめちゃくちゃ怪談好きやって「お,<ー>お前 何、谷さんにそんな <laughs>、あ気安く喋ってんねんみたいな、あへえ。あーあー、この人、すごい人な、みたいな、なんか、いやいや、すごくな、ね、いすごくな、ね、いその階段とかお、お化け好きの人は知ってるかもしれないけど、みたいな、<laughs> て,てで、その、お前、谷さんと喋るって、すごいことないぞ、みたいな、この横の,階段階の, <laughs> の、その人もなかなかすごいですね。そうそうそうファンドがすごいファンドがすごくて。でそのファンじゃない、僕のこと知らない人の話がすごいよくて、へえ<ー>、めっちゃ面白いですね、って,って。 で、なんかすごいまとまってんだよ話がうまいことまとまってて、うん、でまあいろんな経験、まあ、20代だけどいろんな経験してる人でであのー、いや谷さんでまあその結局その廃墟まで案内してくれることにったんだけど、はい、で谷さんがこんな食いついてくれると思っているのが「ああすげえじゃこれいい話なんだ」ってそこで初めて気づいて、うん、なんかいろんなその仕事 なな自営業なんかまあまあいろんなこのなんていう取引先の人かも分かんないけどいろんな関係の人から、はい、なんかいろんなお店連れて行ってもらったりするらしいね、はい、でその時に、えー、キャバクラに行ったんかなはい、はい、であのー、谷さんに話したこの廃墟の話を、えー、ちゃんとこのな何組み立てて精査してあさらに、うん、さらに分かりやすくまとめて。はい キャバ嬢に喋ったんです、はい、そしたらもう時間オーバーしてて、はい、なんかボーイさんが「もう, <laughs> もう終わりですよ」みたいな言うんだけど <laughs> そのキャバ嬢が、はいあのー、ホステスさんが「話聞きたい」ってなって「すごい待って!」って。お <laughs> ここ私が責任取るからうわすげ最後まで聞かせてって言ってシステムを書いたシステムっていうくらいうまくいったらしいへえ怖い話そんないい話なんですねっていうのをあのっていうぐらいちょっとあの話をすごい研究してやったんですっていうへえすごいでまあそんなそういう話を使って こんななな話がでできる場所とかないですかいいすねみたまあまあ今で YouTube とか、ね、やったらいいんじゃないですか、はい、みたいなことをしてるんですけど、あのーまあ、でもなな何なんだろうとその話が面白いと面白くないの差って何なんだろうみたいな話を道中しててあ<ー>それな確か何やろうなとか自分でも、うん、あの質問されながら考えてて。 でなんでなんで階段ってそんなに注目されるんだろうかとか、まあ、まあ YouTube が回るとかね、はい、あるしでなんだろう階段話いっぱい持っててもそんな有名になれない人もいるし、はい、この差って何なんだろうなとか、えー、いろいろ考えて、まあ、僕もそれ答えは出てないんですけど、あのーまあ、で現地まで行って、はいでまあ、現地まで行っただけじゃ別に話膨らまるんじゃないですか、はい、聞き取り調査したいなと思って。はい でえー、別にでも結構田舎の方やから人もそんなにいなくてで、まあ、近くにお寺があるからちょっとお寺ちょっと行ってみましょうかって言ってもしかしたらなんかヒントがあるかもしれないって、うん、でお寺行ったら住職なんかあの本堂も閉まっててあ住職いないのかなっなお寺とつながってるなんかお家みたいなのがあってちょっとピンポン押,し、はい、押そうかってピンポン押して、はいはい、ならなおばちゃん出てきて。はい ね、すいませんあのちょっとお寺のこと聞きたいんですけどって言って「ああ今日住職いないわ」みたいな「いないのよ」みたいなの言ってて「あそうですかいやあのちょっと土地の歴史とかねちょっと何かせっかくここまで来たんで、はいえー、聞きたいなって思ったんですけれども住職のお話聞けなかったですね」って言って。 あそう残念ですねみたいになって、えー、ちなみにお母さんはこのお寺の関係の方ですかあ、まあ、お寺をずっとあのお世話させてもらってるみたいなって,てうああそうですかあのたまたまねそこにある廃墟あるじゃないですかって <laughs> たまたま <laughs> いや廃墟はねいっぱい巡ってたんですよだから、はい、あのら、ー、すごい廃墟見つけて、うん、ここなんかあるんじゃないかなと思って、うん、お寺の住職聞こうと思ったんですと、うんうん、でもしかしたらこの土地になんかこう昔から歴史があってとか でそんな歴史の中でなんか旅館ができて、でも旅館が衰退していくとかがあるのかなみたいな、あのー、興味本位で来たんです、みたいなのなら、うん、ああそこの廃墟はね、<お>あそこの旅館はね、はい、何々があったのよ、という、このあ聞けたんです、ね、これ、これがでも醍醐味ですよね、このね、<ー>現地に行くという、た、ね、またまの。で、うん、それを後ろで見てたそ、その、案内してくれた。はい 人がこういういことっすね <laughs> <laughs> あーそうか背中を見てたんや <laughs> そうか。ハハハ谷さんなるほどねと。ええ<ー>。現地に行くってこういうことっすねっ<う>でこれがまたリアリティとか、はい、あの説得力になるんすねみたいな。<う>あでも確かにそういうことかもしれないな自分がやってることって。はいはいはい。うん、だからその怪談話を興味持たせることの。 このどうやったら人に興味持ってもらえるかっていうことってなんか自分は無意識にやってたけどそれを知りたがってる若者に質問されながら同じ行動してたらあの一緒に行動してたらあこれが大事なんやっての自分が逆に気づくっていうねっていうことがえこの間ありましてですねえでまあちょっと夏なんでまあイベントもいっぱい。 あのー、決まってきてるのでやっぱ僕も新ししいいいい話をしないといけなとけ、はい、で、やっぱ、別に昔の話してもいいんだけどやっぱ自分なんかちょっと飽きてるというか、うん、去年の話だしなとか一昨年の話だしなとか10年前の話だしなとかあるからなんかやっぱ喋ってて自分でも楽しい新しいこういう話をしたいなってなって、えー、それこそあのー。 MBS さんの茶屋町の,あの別の収録かな行った時になんか謎の看板を見つけてはい謎,、うん、謎の看板を見つけて「はいえー、ロマン」ってだけ書いてる看板を見つけて何やろうこうって <laughs> 気になるなと思って、はい、で収録終わって帰りにもう10時半ぐらい11時近くなったけどっ行ってみようと思ってはい、はい、ロマン一人で行ったんですよほんならもうプルプルの雑居ビルの中ではい で、3回か4回かやったかなにロマンしかないねその最上階にはいで今年で49周年って書いてんねやんかた長長っ長ロマン長かった <laughs> でバッて扉開けたら、はい、ロッカーがあんねんまずロッカーロッカーがいっぱいあんねんえって思ってどこや入り口どこやって思ってでもロッカーの奥にもう一個扉があってバンって開けんねん、はい、またロッカーあんねんえっ何やこれ もう一個扉開けたらあらいらっしゃいってあお店はいあの助走バーやって助走バー助走バーへえあえだから助走する人がそそうか、の店ロッカーで着替えてそこで入るってことじゃ直前であそうかその通行道中とかあるからそうそうそうああへえねあの うわ女装バーなんですねあら初めてかしらみたいなほんならあのー、じゃあ、あのー、いらっしゃいの曲をちょっとママさん歌ってあげてよみたいな常連さんが言って、はい、新しい人来たからって言って、はい、ほんならな,なんて曲忘れてるなんか名古屋はええとこじゃみたいな曲 <laughs> 名古屋はええとこじゃ名古屋こうお茶山で大阪やしな名古屋の人なんですかねで名古屋の人じゃない全,全然ちゃうのよあ違うんですか でこれ何の曲なんですか?」みたいなの言ってたら「いやこれはあの名古屋の私の好きなラジオパーソナリティの方のが作った曲で」って言っておで坪井範代さんの曲で,、はい、で坪井範代さんで CBC 名古屋で、はい、あの番組ずっとやってて、うん、だから坪井さんの番組の後にあのに北野真琴さんの番組名古屋のやっててそれ僕毎週出させてもらってるから「ああ坪井さんの曲なんですね」って言って、うん、で僕その歌詞に出てきた名古屋のワードとかもあのほぼわかりますと。うん ね、な,んでなんでなんですかでもこのタイミングってちょっとごまかすのもありやからもう正直に言おうと思っていや僕名古屋のラジオも出させてもらってましてでさっきもあの大阪のラジオ出させてもらってましてって言ってで坪井さんもあのー、知ってますしということをしたらああそうなのみたいになってですぐにちょっと打ち解けてでここからでもそのそこから僕が気になるのはこのボロボロの雑居ビルに何かあるだろうっていう。<laughs> ことじゃであのー、あそうなんだよいやでもてかよくここに来たわねっていう、うん、いや本当たまたまなんですけどこのやっぱこの外観とこの看板,、うん、の看板ロマンという看板、あのー、何かあるなとうん、うん、もうここここよここ幽霊出ないですかって聞いたああストレートにな、うん、今もいるわよ <笑><笑>え <laughs> えってなって <laughs> 今,も今もいるわよってなってうわすげえれかかやな引 <laughs> きやなと思ってすごいでそれが、あのー、何々ちゃんがねずっとねいるのよみたいになってて、はい、で49年やってる店やから、うんあのー、3代目のママらしいねわ 2> で2代目のママが今またおるとあ幽霊として、うん、でそのママはこれよってって写真見してくれんねんけど <laughs> まあ、まあ、その女装してるママで。はい と女装してない、あのー、晩年の写真とあって、はい、おっちゃんの写真がある <laughs> <laughs>、うん。で何々ちゃんがあのいつも掃除してたりするわよ開店前とかああすげえって,ーって<ー>まあこれどう階段にするかわからんけど、うん、あすごい話聞けたなと、うん、なるんですけどで実はあのー、先週、えー、で東京ずっとそこから東京行って、はいあのー、ちょっと空きができたんで

で、なんか、すっごい丁寧に案内してくれてるけど、あのー、止まったとこが、これレーカーある人だったら、あ、これ絶対揺れてるんちゃうっていうとこやって。へええ、どういう感じなんですかうなあのー、綺麗だけど、壁とかもうシミがすごくて。あ<ー>雰囲気と、なんやろう。で、すりガラスとか。あと、あ<ー>部屋の前の洗面台が、 鏡バーッ広いんやけど、うん、この鏡があって横、はい、横が合わせ鏡になってんねんああんか嫌やなってうわ<ー>これなんかあっでもこうおかみさんに聞くのあれやなと思って、はい、あのー、スナック探してスナック行ってもうなんとなくで行って、はい、でいきなりやっぱ 幽霊のこと聞くとかなんか怖い場所とかありませんか聞くのあれやから今実は止まってるところがなんか幽霊出そうなんです<ー>何々っていうとこあー何々さんね」って言われるおおすごい」「いやあの詳しくは知らないけど」っていう「<ー>ああそうなの」って言って「えー、あーあそこはねーなんかね」みたいなえー、やっぱなんかあるんですか、うん、でも詳しくは知らないわよっていうそのスナックの城崎のスナックのママさんは<ー>でも、ね、うん。 あののりちゃんが出るのって言って。のりちゃん。のえのりちゃん誰ですか。あこの店の前のママさん。あまだ前のママさん。<laughs> ああそうなん前のママ。でのりちゃんあの回転する時とかにものりちゃんがいたりとかお客さんが言ってたりとかて<ー>ああもちょっと今行くとこ行くとこ全部なんかあるなっていう。<laughs> 引きが強いですか、ね。引きが強いなという。<laughs> 先週ですか、うん、いろいろありまして、まあ、これをどうまた、えー、興味深いく聞いてもらえる話に仕上げるかというのはちょっとここからの作業なんですけれども、うん、まあ8月うろちょろしてますよということで聞いてください「エビ8月の漂流者」。 お盆,お盆のこれって霊障ですか、はいえー、これって霊障なのかと思った出来事のお盆にまつわる、えー、略してこれって盆栓ですか、えー、奥置く手まで、まあ、僕が霊障なのかどうか判断するというコーナーでございますけれどもねお盆の話たくさん集まってますでしょうかちょっと小道さんお願いします。はい、ますではは読みます、はい えー、トマトママさんからいただきました。うん、谷さんさんこんばんんこばはトマトマママですお盆は地獄の窯の蓋が開いて猛者が出てくる。猛、うん、者は誰かを地獄に連れていこうと、ね、狙っているから、うん、お盆の間は水辺に近づいてはいけないよ。うん、それから知らない人が訪ねてきても決して家に入れてはいけないよ。うんはい、子どもの頃祖母に言われました。<ー>私は猛者が来たらどうしようと怖くてたまりませんでした。 私が泣くと祖母はご先祖様も帰ってきて守ってくれるから大丈夫、うん、だけどご先祖様は虫や動物の姿で来てるからお盆の間は殺してはいけませんとえいやそうなんや祖母は少し力のある人でしたが、はい、その年代の人は大なり小なりみんな持っていたように思います、はい、毎年お盆に青筋アげハという美しい蝶がやってくると祖母はご先祖様が帰ってきてくださったというのでした、うん 実家を離れて40年以上経ちますが、はい、今のうちに青筋アギハが来たことがあります<う>母の初盆の時、うん、懐かしい蝶がゆっくり庭を横切っていきました、はい、青筋アギハが来たのはその1回だけでした<う>これってお盆の霊障盆栄です盆栄です <laughs> あれこガラス割れガ,ガラス割れだねこ <laughs> <laughs> れね <laughs> あれじゃそうそうなやつやあそうでしたねバ <laughs> ラガラあーンっった盆栄ですね すごい不思議な、でもなんかね青筋揚げ揚げ葉ってやっぱ変なタイミングで出るよねあーでも確かになんかああの沖縄のね、えー、新選組っていう制作会社「ね光どおの泣く夜」っていう、ねはい、番組でお世話になってたんですけれども、うん、でそこの方の、えー、スタッフさんの方が、えー、何年か前亡くなってみんなでお葬式行ったらしいのスタッフの。うん そしたらアウスジアゲハかどうかわからんけどアゲハチョウがでっかいしかもめちゃくちゃでかいアゲハチョウみたいなのが葬式会長に現れてスタッフ全員の頭をちょんちょんちょんってやってくれてっていう話があるからやっぱねあるんですかねやっぱりそうですねアゲハチョウはいはいでもカーカー殺してしまってるけどなカーまあでも動物虫 殺してはいけないいやでも母は殺すよまあね吸うてくるもんまあそうです吸うてくる前いやねえご先祖様やったとしてもご先祖様って来ても吸う前に殺しちゃうもんなごめんなさいねそうですねはいということで恵子さんからいただきました「田舎の祖父の初盆に行った時の話です」「新式神の式のため家からお墓まで 綱をつなぎ、うん、そこに火をともした提灯をたくさんつけていくんですが、<ー>父親がつけた提灯だけがなぜかぼわっと燃え、その同じタイミングで、私と母の耳元で、祖父の声がしたんですが、うん、これって霊障ですか、うんうん、霊障ですよ、ね。<う>え、どんな声でしたのえ、ちょ提灯がぼわっと燃えたお父さんのやつだけ。ああ。ちなみに私と母の間にいた、うんえー、祖母には、 声が聞こえてませんんででしたえななやろうなおばあちゃんには聞こえてないおじいちゃんの声が聞こえたとでもおばあちゃんには聞こえてないんだそうですね自分とお母さんには聞こえたえー、なんて言ったんですかねなんか声自分とお母さんには聞こえたなんごい何ででしょうね<で>お,お父さんのお父さんの提灯だけが燃えたそしてはあはあははあ、でお母さんにも聞こえてるかうん 別に血の繋がってない人には聞こえないとかいうわけではないんだなそうですね、うん、ちょっとだからおばあちゃんには言わんといてなっていうことなんかねちょっとしたなんかあるはいはいいいですねやっぱお盆はありますねはい、はい、ではパパヒガさんからいただきましたはい。ええ谷さん氷戸さんお久しぶりでございます<ー>パパお盆の思い出の投稿です、うん、今のような状態になる少し前亡くなった 祖父母の仏壇の前で、じいちゃん、ばあちゃん、必ず俺がこの家計の憂いを解いて、立派な家計に再生させるから,とるからなと祈った直後、はいうん、猛烈なめまいと吐き気がしました。ね、あまりにひどかったので、うん、すまん、じいちゃん、ばあちゃん、全言撤回と即座に祈ると、<laughs> はい、すーっとめまいと吐き気が消えて、まぶたに浮かぶ切なそうな祖父母が出ました。えー 大変申し訳ない気持ちになったあるお盆の話でした <laughs> じいちゃんばあちゃんすまん以上台風でめちゃくちゃな状態の沖縄からでした <laughs> 大丈夫ですか沖縄これって霊障ですか霊障ですこれは盆賞やなでも確かにねそのあのー、大変やもう歴史と一家と何家計を背負うってああ<ー>、うん、だから正直やったんやな <laughs> イカさんは <laughs> だああそっかーって 聞 <laughs> かないそうな顔ね <laughs> 早かったっすね即座に <laughs> 先見でっかいごめんって言ったらごめんでも消えるんですね<ー>なんかそういうのがな切なそうな顔が出てきたっていうのが出てきたいやなすごいな <laughs> いいですねもう一枚いけるかな 短いのえとさやかさんからいただきました、うん、まあこれお盆というかはじ、えー、めましてです、はい、生きるを YouTube で見ていたら画面が乱れスローモーションのような感じになりなるなるフリーズした画面の谷さんの目の下に大きな目があ目これって霊障ですか霊障ですはいす、はい、これはもう白黒ですけどえどれ ちょっと真っ白くだからもう分からんけど、メ <laughs> なんかな、うん、あえどういうこと？うん、まあちょっとメっぽいの感じはありますよね。あーあメやなメにしとこうこれはもう霊証です <laughs> はいということでえっ、ー、と延長戦でも、えー、霊証ですかちょっと読ませていただきたいと思います以上これってお盆の霊証ですかでした松原松原谷生きる生きる,生きる はい、エンディングでございます。あっという間ですね。えー、新刊怖い食べ物発売中でございますので、ね、よろしくお願いします。そして、えー、っと、あれは締め切りました。あのー、グッズね。あはいはいはい。グッズ締め切りましたんで、ありがとう、あのー、注文していただいた皆さんありがとうございます。うんはい、また来月というか、今月あるのか、9月になるのか、ちょっとわかんないですけれども、また、えー、グッズ、 通販させていただきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いしますはい、えー。来週なんですけれども来週は8月16日放送分、えー、収録は8月14日月曜日夕方4時半、えー、お盆真っ只中になりますけれども、はい、引き続きお盆の話と えー、お盆のこれって霊障ですか、うん、はい募集したいと思います。はい、お盆の話、えー、別にまあねあのー、どんな話でもいいです。お盆にまつわる話まあ霊障かどうかの話もねあれば送っていただければなと思います。宛先はこちらです。メールの宛先 ikiru.jocr.jp 生きる .jocr.jp までメールで送ってください。もしくはツイッターアカウント番組の X アカウントになるのかな。ダイレクトメッセージ送ってください。よろしくお願いします。さあ、えー先 兵道クイズが先週ありましたけれども、動クイズのまず問題、どうなんでしたっけ、えー、去年、僕が行ったフェスで恥ずかしながら感動してしまったアーティストの曲は何でしょうーアーティストは何でしょう正解は、何でしたでしょうか正解は、死者も、うん、明日も。 シシャモの明日もという曲曲ですはいこれなんで感動したんですかこれはあのー、ちょうど僕その時期ぐらいに、はい、ちょっと旗ちゃめっちゃ働き出したんですよ、うん、はい月から金まで、はい、会社勤めというか <laughs> はいシシャもの明日もっていう曲が、うん、まあ月火水木金働いてっていうなるほど歌詞があると歌詞から始まってそれ,それを見たときにあ みんなこういうことかと、<laughs> こういう歌詞で、こういう励まされて、なるほどな、元気出てたんやって。はい、なんか、40代で思ったっていう。はい、なるほど、そ,れでししそういう。感動した。ことで、はい、えー、曲までは正解者はいなかったですけど、アーティストあたった方こちらです。青電部さん、ステッカープレゼントしましょう。おめでとうございます。すありがとうございます。ということで、えー、続きは延長戦以上、松原大志の生きるは来週まで続く。 はい延長戦でございますけれどもねえ兵、ー、道クイズたくさんね皆さん書いてくれておりますええうう、ね、違う曲やったんですかね死者のどの曲を言ってたんだろうこれも曲名な曲名君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超咳という曲。 多分それも歌ってましたねでも。感動したのは明日も。明日もはい。ええー、明日も。でしたね。で,たで、えー、うん、これは、あ、これはお盆の話か。で、これ、表道は、アイラスちゃんは、えー、水曜日のカンパネラのエジソンだと予想して、<ー>残念でした。はやってる。えー、一本杯家族さんは、エイルのフィナーレ。フィナーレ、えー、どんな曲なんでしょうかね。<い>サイさイさんは、崎山荘志のサミダレ、さみだれ。<laughs> はるかかなたさんは「三本マスターできっこないわやなくちゃ」ああまたね生で見たらねうどんのどんさんはんこれはあ京都音博音楽博覧会の牧原紀之で世界一とだけの花これねフェスはえっ京都音博っていうの京都音楽博覧会っていうのに行ったの当たってるんだ志謝もも出てたし牧期も出てたんですよ そうで歌ってましたこれも <laughs> <に>マッキーも,も確かにすごかったですそれ去年、ね、でも生で「世界に一つだけの花」聞けたらすごいないどんな時も「世界に一つだけの花」とか、はい、もうそれは盛り上がるちょ,ちょっと待ってトマトママの娘さんも槙原竜之さんの「世界に一つだけの花」だと思いますすごいえー、まあね有名なやっぱ曲でみんなこれ京都音楽博覧会のマッキーは結構話題になったんですかね どうなんですかね。いやでもフェス当てたのはすごいですね。すごいな。うん、フェス当ててるけど残念ながら死し者しもだったっっ、ね。死者もだった。ええオナスの沖さんは君をレタロさん、えー、君が誰かの彼女になり腐ってもではないでしょうか。はいはい、はいね。ええ君をレタロウさんいいですね。君をレタロウさんもねいいですね。でトマトママさんは。うん えー、兵道クイズの「恥ずかしい感動みんな知ってるの」のキーワードあれこれ考えた結果、うんえー、岡崎体育鴨川等間隔という曲があるんですでいいであのカップルが鴨川にあの等間隔で座ってるっていうやつね岡崎体育さんもね面白いですけどもね、うん、ということで、えー、青で部さんですねおめでとうございます。 まだ不定期に消毒クイズあるかもしれませんのでよろしくお願いしますということで、えー、盆そうですね盆栽はまあ、ま、来週に置いとこうかなま,まだまだある霊栽もあと何霊かいきましょうか、はい、いきますかはいどんなのがあるでしょうかじゃあこっちからいきましょうか、うん えーと、ももちもいさんからいただきました。はい、えー、つい先日のことです。うん、それは、オ、えーフ S 氏の N 回。 京野線、京駅にほど近いスーパーマーケットで起こりました。21時半にその近所で用があり、はい、時間までそのスーパーで時間を潰すことにしました。うん、とりあえず車の長旅をしてきたので、お手洗いを借りに2階に行きました。うん、お手洗いの扉を開けると3つ、右は洋式、左は和式、そして真ん中は使用禁止と張り紙がありました。うん、私は洋式に入り、フックにカバンをかけ使用しました。うん そして、さて出ようとしたその時隣からコンコンと音がしました。うん、狭かったのでカバンにぶつかったかなとも思いましたが続いてかぼそい音でカランカランとトイレットペーパーの芯が回る音がしたのです。うん、えっと驚きました。なんで隣って使用禁止案、はい、左の和式、うん、いや人入った音しなかった。するとまたカランカランと音がしました。はい、私は怖くなって12、えー、で意を決して出ました。うん 左の和式には誰もいませんでした手を洗いたかったのですが上にある鏡を見たら何か恐ろしいものを見てしまいそうですぐ外に出ました、えー、そのお手洗いを使うのは二度目でしたが最初はお昼まであまり気にせず利用したのです、うん、でもその時は夜の二十一時お客様もほとんどいない静けさお手洗いに窓がありますが外は真っ暗、うん、怖すぎたのに軽い気持ちで入ってしまってました えー、結局あの音が何だったのか分かりませんがこれって夏の冷笑で,ですねこれね冷笑です冷笑んなもんんです、ね、あの来んのよこのトイレでこんなされたらもうとんでもないわトイレ怖いですねトイレね音になったりするめちゃくちゃ怖かったよあの旅館のトイレもあめちゃくちゃ怖かったです木の先の、はい、和式ね わあ和式か和式は怖かったわ <laughs> 何もなかったけど <laughs> もうう一きましょうかラストは乱獲勝利係さんから頂きました、はい、今年の3月真田幸村にゆかりのある大阪の三光神社にお参りに行った時の話です村なくなくったとこね参拝も終わり神社の周りを軽い気持ちで散歩していたんですがその時です、はい 突然目の前におびただしい数の墓石が現れました、うん、あ,<と>あはい、はい、これは何事だと思いすぐ近くにあった説明の看板を読みました、はい、そこには真田山陸軍墓地、はい、と書いてありました、うん、この場所には明治時代の西南戦争から第二次大戦までの、うん、5000基以上の墓石が並んでいたんですはい、はい、これを見た瞬間思わず手を合わせずにはいられませんでした、うん と同時にここで眠っている皆さんに何か声をかけたいという気持ちになったんです、うん、なので最初は一瞬ノリトを上げようかなとも思いました、はい、ところがよくよく考えてみるとノリトを上げようとしてたノリトの中には <laughs>、はい、払いたまえ清めたまえという文言があるんですほんまや難しいなそれな、はい、これってここで眠っている皆さんに、うん、お前わしらのこと嫌いかと思われるんじゃないかと思ったので、はい、急遽それを取りやめて、はい、とりあえず心の中で君がよを歌うことに ね、失礼しますと心の中で言ってから「君が代」の最初の気を心の中で発したその瞬間です、うんはい、さっきまで静かだった墓地に突然強烈な風が吹き出したんです<ー>、えー、一瞬ドキッとしたのですが、うん、なぜか私の中では、うん、これフェスみたいな感じで盛り上がってるなあ、うん、という感情が湧いてきたんですいいフェスや思う これは風が止むまでとにかく歌おうと思い、うん、結局君がよを3回歌ってその墓地を後にしました <laughs> 君が歌ってたねその後私は神社の近くにあるスーパーセントに向かいました <laughs> またスーパーセント行ってるやん私は神社巡りの後は必ずサウナに行くようにしています、はい、というのも神社巡りの後にサウナに入るといつも以上に整うのですああ私はこれを オカルのうと呼んでいます <laughs> いまあ勝手に呼んでくれたらいいですけど <laughs> この日もサウナに入りその後、ね、水風呂に入ったのですが、うん、その数秒後です普段なら水風呂から出た後に整うのですがこの日はなぜか水風呂の中にいる段階で整い出したんです、はい、こうなると気持ちよすぎて水風呂から出られません、うん、そのうち体がガタガタ震えてきましたそれでも脳みそがまだ出なくていい <laughs> まだ大丈夫って言ってくるんですはい これはひょっとして陸軍墓地の英霊さんたちに呼ばれているのかなまあでも人間界にいたってどうせ馴染めないしそれもそれでいいかみたいな気持ちになりながら水風呂に入り続けました。まさに三頭の川ならぬサウナの水風呂です全然かかかかっっててんんやなもいわそそれの時です。 はい、ザブーンと何のデリカシーもなく水風呂に入ってくる人がやってきました、はい、水しぶきが思いっきり顔にかかり、うん、さっきまで気持ちよかったのが台無しになりました、はい、迷惑なやつが入ってきたなぁと一瞬思ったのですが、うん、ただよくよく考えてみるとこんなデリカシーのないおっさんよりもこのまま水風呂でプカーンと浮いている私の方がよっぽど迷惑なんじゃないかということに気づいたんです、ね、気づき多いななこれははかんと思って私はヨレヨレになりながらも大当てで 水風呂を出て外気浴のできる場所で寝転びましたそれはもう今まで体験したことのないオカルトとのうでしたオカルト関係ないでも今月のカレンダーを見ると来週の8月15日たまたま私は仕事が休みになっていますこれはもう一度真田山陸軍墓地に行って再び皆さんと盛り上がらなければお盆は終われないなという気持ちに今なっていますそうですか その後サウナにも入りたいですしただお盆に海に入ってはいけないとは言いますが水風呂は大丈夫なんでしょうか、はい、これって霊賞ですかオカルトとのうですかなんでもないと思うけど何 <laughs> でもないオカルトとのうにしておきましょうなオカルトとのうがと。 それはもうあなたのさじ加減ですからね。はい、水風呂でちょっともうちょっと使っときたいなとか。気持ちよくなって。<laughs> そうですね。まあまあ、ね、陸軍墓地に行って、君が歌ったから、そうなったのかもしれないです。風が吹いたとあ。風が吹いたのは冷障ですね。火<き>、ね、の段階で急にこう、強烈な風が確かに確かにちょっと。 あのー、来年もやってください。あじゃあ、<laughs> 来年、じゃあ、今年のお盆ね、もう一回行って、ねうんえー、お金の頼みしてください。お願いしたいと思います。<laughs> うん、ということですかね、令嬢は。ということで、えー、これあと来週に回しとこうかな、<っ>予測ツイートをおしょうかね。はい、はい。えー、っと、予測ツイートは、帰、え、り、ー、ましょうかね。 次は松山クイズお願いしますっていうのはありますけどね。ああ、松山クイズ。松山クイズ。ちょっとまた、あるんやったら考えておいてください。<laughs> 松山クイズ。松山クイズあるのかな <laughs> 京都クイズ。あ、あなんか、な、ね、んだ来週松山クイズあるかも。いいね、はい。いいっすね。僕忘れてそうなんで、言う言ってくださいね。松山クイズ考えてきたんで <laughs> いやいや、それでその場合僕思い出すかもしれないんで、ね、<laughs> えー、新聞独級本,本変えるのは自由だ。 氷毒餅絶妙にむずいです確かにねうん、えー、確かになこれはおかまえりねさんおかいないですがサラバードんやろサラバードサラバードん<う>やろね夏の告白期始まりました上条さんの本ね面白いんですああ<ー>発売されましたねえ、ね、東京にもいいおりなきゃなそうですね 兵藤、えー、さん、肯定論を書きながら自分自身に変なやつと思った人多数、うん、怖い等のかなる無地は平等な服無地は平等の証し、うん、無数のトンボひよこ景品、平等区別難しすぎる水着を買う、えー、ああ、大学行ってないな 思いきあ思いきひなまでは懐かしいですけ<ー>やらな,ないですね曲までは当てないな、確かになええー、腹が冷えたひょうどさん、寝癖が気になる寝癖何なんですかそうっすねお墓参りのお菓子、カラスに持っていかれたことのんびりを、ねえー、ボンダンスない、これアジタニジのナッツマじゃなかったですね消毒性化した、まあね、あのー アーティスト当てましたもんね。そうですね、まあ、曲も当てておっしゃったんですけど。はい、まあまあ,まあ、ね、ーになってゃったあ、違いますか、ね。あーすみません。普通の文字でした。違いますかね。お墓参りには行ってないですね、私はね。えー、ンチョビミネラル麦茶じゃなかった。残念、危なミ,ミネラル麦茶持ってくるとこだったわ。危 <laughs> かったですね。 台風ねうんははい、い、残念あ<ー>、はい、ちょっとね、マトの日はちょっと、あのー、早く出ないといけないってことで <laughs> お別れさせていただきたいと思います、えー、お盆にまつわるメールね、あのいただいたのでこれまた来週に回したいと思いますし、はいえー、新たにも募集してますね、お盆にまつわる話そしてお盆の霊障ですか はいお待ちしておりますのでよろしくお願いしたいと思います、えー、そんな感じでしょうかね、はいまあ、ちょっとお盆皆さん満喫してくださいそしてお盆でのエピソードしっかりと,ちょっと蓄えてあのー、面白いメールをまあそういまあまあでも気軽に送ってくる、ね、はい、はい何でもいいんで。はい ということで、えー、松原大将のキるはの延長戦は以上ですかねはいまた来週は十四日までに送ってくださいよろしくお願いしますあしまったある告知れ国分の焦った十六日、はい、単独会談イベントありますんでああそうかそうかカドザ震災杯ドザよろしくお願いします松原大将、えー、ちょっとまだ何するか決めてないですけれども、うん、はい単独会談 ライブありますのでよろしくお願いしますということで松原大志のキル延長戦は終わり